あれ今配信されてますかねえー、ボビーアイドレザーのボビーですえー、これはあ多分ねえー、放送事故じゃないけどえー、まあ今日さっきまでですね、えー、配信してましたただあの配信できてなかったんでしょうね、えー、改めてえー、えーえー、まあ,あー これからもね発信したい言いたいと思います。<laughs> それではオープニングムービーをどうぞ。 どうも、ボビーアトレーザーのボビーです。で、ねえー、今日は12月の17日の木曜日ですね、107回目のライブ配信です。えっ、ー、とですね、実はさっきですね、えー、<laughs> 一通り、えー、配信してて、なんかうまくいこと言ってないなと思いながらも、まあ、最新終えた終えたところでスイッチ切ったらですね、 な配信されてなかったみたいですね。あ <laughs> のもう一度まあまあリハーサルやったと思ったらいいですかね、えー。ボビー・アトレーズのボビーです、えー。昨日からですね、えー、まあ新機能というかあまあ、まあ、気が付いたことなんですけど、えー、とですねクロス投稿クっていうのがですねできるようなう機能があったみたいなので、えー、とですね僕が管理している、えー、ボビー・アトレーズで管理している、えー、ロリップロールの Facebook ページとおー僕がですね。 あの音楽をするためにね立ち上げた。あ ページがですけども最近それをね、えー、まあなかなかあどうしても制作レーザー制作の方がですね、えー、どうしてもお時間があ比重が多いんで、えーね、なかなかご無沙汰っていうこともあってで、まあ、これでですね、えー、このおボビー・アートレーザーのおーこのフェ e スブックページからですね配信できることになりましたね、えー、まあ好きなところでですね、えー、ご覧いただければなと思います、ねえー、もう今 何ですかもう今日は慌ててますけどね <laughs>、えー、話したことか話してないことかがあのちょっとこうなってますけどねまあまあお付き合いださいでえー、っとですねまああの今日のテーマですねえーえー、っとですね「<laughs> ホームページも作品の一つです」。 とということですね、えー、今日はまあそういうことで、えー、作品のことー、ね、レーザー作品をまあ常々作ったりいろいろクリエイトを、ね、毎日してるんですけども、えー、そんなずのいろんなような話の中でですね<笑><笑>えなんかまあ,あのホームページっていうのもお僕のとってはですね、えー、もうレーザー作品と同様のもうど同類っていうか同じぐらいの品質のですね、えー 比重があるんでですね、えー、まあ、そういうこともね、あのお話の中で、えー、お伝えできればなと思ってます。で、えー、まあ、そうそう。この放送はですね、えー、大阪のですね、ボビー・アトレザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。ね。<laughs> えー、まああのホームページをこう今のまあ、ブログをね作り出し、えー、書き出して、この現在のねこのホームページですね。 ちょうど56年かなあ2014年からですね、えー、始まりまして、えー、スタートさしましてねそれまでも、えーとですねえー、今,今でもあるんですけどこの heybobby.com という、えー、ドメインですね、えーえー、ホームページをね、えー、作りましたで、まあ、これもですね、まあ、あのウェブ上にはあ今も残しておりますんでね、まああの ご覧いいただければなと思います、まあ、初期の作品とかもねとか、まあ、それにそれとですねえー、まあ現在のこのー、えー、ボビアトレザー .com のねができるまでの間ですね、えー、まあブログも、えー、ずっと続けてたんですけども、えー、これですね、えー、旧ブログということですね、えー、これも、あのー、ウェブ上には残してますんでね是非、えー、ね、えー、まあまあそれまでの まあ重複する内容ももちろんありますけどもえアトリエこのアトリエ,トリエがですねえできるまでの間のこととかですねえいろいろつづってますんでねあのぜひえご覧頂ければなと思いますまあまああのボタンとかはですね今の現在のホームページにえー飛べるようにしてますんでね まあ、あと本当にね、あのー、それまで,です、ね、ホームページができるまでですね、えー、タンブラーとかねいろいろんなものを使いながらあど、ね、やってますけど、まあ、大事なことはです、ねえー、自分のっていうか、まあ、ボビー・アトレザーのこの作品とかこの世界をですね、えー、伝えたいっていうかまあまあ,あの響く方に出会いたいっていうか、まあ、まあ伝えたいよりも響く同じような思,思いをですね響く方に。 出会いたいたうののがあ一番ほんでやっぱりその今現在のねこのホームページですねこれでですねやっぱりこう、えー、ちょっと待ってねこれちょっとちっちゃいしようか、ね、<laughs> し,しゃべりにくいわ <laughs> ねあのー、これですね、あのー、このホームページでやっぱりこうこれもそうですけどやっぱり育てていくっていう感じでね うん、一緒にね共に育っていくっていう感じで、えー、ちょっとずつね育っていてくれてるような気がします。ねあのない,ないもうやっぱりあの見てくれとかそんなはあまあまあそんなに、えー、なん変えるつもりはないんですけど今のところね。うん、あの要はその伝える内容ですよねお伝えする内容まあ,あのこの思いとかあ作品できた作品とかあ,あと、まあ、やっぱりそ,そういうストーリーですよね。 うん、やっぱこれもあとまあ、あのー、皆さんのお困りごというかレ、ね、ザーの手入れの仕方とかいろいろ聞かれたりするんで「うん、モビーさんってどんなされてますか?と」とこういう時はどうされてますか?」とかねこれでもねお電話そういえばお電話をいただきましたねあの、まあ、お名前は分からないですけどあの電話がかかってきてねあの、まあ、ちょっとお革ジャンについてですね、えーあのまあ、メンテみたいなんで。 ちょっとお問い合わせいただいてまあまあ僕の分かる範囲とかだけでねまあまあにお答えさせていただいてすけど、ねまあ、たまにそういうね、えー、ご連絡もねいただきますね。やっぱりご連絡いただくということはですねそんだけ、えー、ボビー・アトレザーのこのホームページもがですね、えー、あの必要とされる方とかにもね、えー 無事届いてるなっていうことがまあまあ確認できるこ一つの要素でもありますしね、うん、なんかそんな感じで、えーまあ、ホームページもーで作品の本当に一つやなと思います、まあそう思うとですね、まあ、僕の時はすごい大事なあのボビー・アトレザーの表現の、ね、世界観の表現の一つとしてですね,、まあねあのー、位置づけてますしね。まあ、実店舗というかままあ、まあ このアトリエがあるんでねまあ店舗、まあまあまあ、というかショールームというかあもう今はもうこのライブ配信やってるんでもうスタジオですけどね、うん、ねまあそういう感じでですね、えー、やってますねはいあのー、あやっとこの今ライブ配信してるいつもの画面になりましたね <laughs> あのねあさっきもねやっぱりエラーエラーっていうかあの,あの、ね、ボタンがね おお押し待つ間違いっていうかなんかあるんですよそういうふな <laughs> ねもうひとしきり、えー、お話をして、えー、何分ぐらい話したんやろな15分以上喋ったんちゃうかなまあまあまあ、まああのー、大事なことですね、まあ、まあそういう伝えることいくらねえこういろんな仕様が変わったりとかしてもですね やっぱりこうお伝えするというかその根本というかねこの内在しているそれからまあこういう作品というかねそれを発する作品というか世界というかそれがねとあの無事えあの同じような思いに共鳴してくれる方と出会うためにね響き合うためにえーねこういう配信もそうですけどねあのずっと放っていくるんでね。 うん、まあ,あ内容が大事で、まあ、あのいろんなことでねもう,あのこうおどうやって使ったらいいんやろうとかねう分からないやり方もありますけどね、うん、だけどまあまあそれでもね、えー、全部できるようになるにはもうそんな時間も残されてませんのでねできる範囲から、ねまあ、今今日。 この現在自分,自分ができることからですね一つずつ <laughs> トライアンドエラーをねトライアンドエラーの速度を回して回してね、うん、それで、えー、なんかこう形になればなと思います。であの本当にね大阪もねあの昨日も大概もう底を冷えするようなあ温度でしたでね。もう えー、本当にね、えー、今日もぎゅっと冷えてますけどね、もう冬到来ですよ、ね、あの、ね、このこご覧になっている皆さんもです、ねえー、くれぐれもですね温、えー、かくして、温、えー、かいものを食べて、えー、お風呂でですねゆっくり使って、ですね、えー、こう心も体もほぐして、ですね、えー、あの2020年をね、えー、過ごしていきましょうね、残りに。ねうん そんな感じで、えーまあ、またね、明日お会いできたらなと思います。元気でね、お会いできたらと思います。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。